Yo, what's up, guys? Teacher Paul over here. And Philip. Philip. I was getting used to call myself Philip after you called me Philip so many times before. Anyway, the right way is Philippi. Yeah, that's it. And together we are bro and bro. Okay. Guys, let me know if we should change our intro. Or if you guys want it to be cringier. Yes. Anyways, let's go. Today we are reacting to Attack on Titan, episode 4 of season 4. And yeah, let's go straight to it, I guess. Just let me... Okay, let's just go. Wait, no, don't press play yet. Oh. Go okay. From... Okay, just opening it over here. I just realized subtitles were missing. But guys, if you want to watch this with no interruptions, with the subtitles, everything, then just go on Patreon. You won't have any issues there. Okay? The link is always in the description. And now we can go. Yeah, now we can go. Okay, let's go. Fargo. Where are you going at this time? I forgot something. I'm going to return to the headquarters. I'm sorry. ファルコ、頼みたいことがある。何ですか、クルーガーさん。手紙を送りたいんだが、この収容区からじゃ中身を確認されるだろう。そうですね。それだと俺が仮病だってバレちゃうから、収容区外のポストに投函してきてほしいんだ。いいですよ。家族宛てですか。まあ、俺がここに無事にいるって伝えたいだけなんだ。He's so helpful, being useful. Yeah. Okay, wanna comment on that? I don't know, I don't have anything to say about that. If you wanna comment, then yeah, if not, we'll skip the intro. Yeah, I don't think it was that much revealing. I think we can skip this and move forward. I don't think it was very important. Okay, so let's go. おい、何の騒ぎだ。タイバー家ご一行が来訪されました。何だと。マーレ軍ではありません。タイバー家に属するこの衛兵です。どうぞ。Oh, that guy's tall. Oh, that guy's tall. 私がタイバー家当主ビリーだ。戦士隊隊長テオ・マガトです。お初にお目にかかり光栄です、タイバー公。よろしく、マガト隊長。では、我がタイバー家一族を紹介させていただこう。結成当初より戦士隊を束ねるあなただ。見抜けましたか？一族の誰が戦鎚の巨人か。いいえ、見当もつきません。本当にここにお越しになっているのかさえも。話に聞いた通り思慮深い。しかしいますよ、戦鎚の巨人はこの中に。ここにはヘイロス像を見に来たんだ。100年前、人間でありながら大地の悪魔を打ち破り世界を救ったマーレの誇る英雄ヘイロスの勇姿を。見事だった。勇ましく美しく、傷一つない。まさにマーレの魂そのものだ。ええ、まさしく。銅像の中は空洞ですし。隊長殿は出来厳しいな。噂ではマーレの徴兵制復活を働きかけているとか。マーレ人の戦争とは新聞の活字にのみ存在します。字を読むだけで領土が広がるのだから楽でいい。鉄砲玉を浴びるのが手なずけた悪魔の末裔や亡国の民ならなおのこといい。実際マーレ人に弾が耳の横をかすめる音を聞かせたところで、この国は自戒するまで戦争への歩みを止めないでしょうが。
もしマーレを裏から操る者がいるなら言ってやりたい。とうに手遅れだと。本当に容赦がないな、隊長。立つ瀬がない。察しの通り、この国はタイバー家の権限下にある。だがマーレが軍国主義の道を歩んだのは、あくまでマーレが選んだことだ。我々はマーレへの贖罪として自由と力を与えた。結果、エルディアもマーレも闇夜に投げ出された。その責任はタイバー家にある。What? 私は来たる祭事において世界に全てを明かすつもりだ。英雄像を見に来たのは嘘ではない。マーレには再び英雄が必要なのだ。テオ・マガト、今一度この手を握ってくれまいか。マーレン。Yeah, they are. おはよう、バカ。ピーク、何やってんだよ。こっちの方がしっくりくるんだ。びっくりさせちゃった？普通に立ってある。Because she's the type of that walks on all fours. The carrier. その意識から壁の北側の山岳部に行くほど守りは薄くなっています。But how is that still relevant? It's not. しかし、大型船が着岸可能な桟橋は依然として鳩場のみです。我々の物量を生かすなら。でも南か。ですが南は調査船団を失ったように敵の注意が集中していますので、鳩場が破壊されている可能性もあります。では何が言いたいのだ。私は私の知り得る情報をご参考までにと。わかった。もういい。エルディア人に喋らせた我々が間違っていたんだ。Bro, they despise the Eldians. バキント作戦は順調だな。上官方は大変聡明であられる。どんな作戦を告げられるか楽しみだ。例えば、4人の子供に全てを託すとかね。And it's crazy to mistreat people who could literally extinct your whole... Yeah, and fighting your fights. Exactly, they're fighting your wars and you're mistreating them. Yeah. They could wipe out the whole civilization if they wanted to. こっちの気も知らないで。ファルコが今さらどんな成績を残そうと、ガビの優位は動きませんよ。Kind of, you know those AI videos where they're mistreating the robots?私は戦果を上げて祖国に貢献したんだから。そうだろ。でも軍はまだ鎧の継承者を発表していない。その日が来るまで俺はやることをやるだけだ。おい、あいつカッコつけてんぞ。あんたの家は兄貴が獣を継ぐんだから、もう名誉マーレ人になれるのに、何のためにそこまでするの？お前のためだよ。あら、What? ちょっとぜ、おい。He's blushing. はあ？私の邪魔しといて、私のためだって言いたいわけ？わけわかんないんだけど。She doesn't get it. She doesn't get it. はあ？何あいつ？何なの？She didn't get it. あら、おかえり。小さな戦士ちゃんたち。ガビー、聞いたぞガビー。お前は俺たちの救世主だ、ガビー。いや、私ゾフィアなんで。何してんだい、昼間から酔っ払って女の子に抱きついて。このジジイ。うるせえ、この死に損ない目。She said quit doing it, so it's not the first time. 演技が悪いよ。ほら、とっとと母ちゃんのとこへ帰んな。もっと。That was very subtle. She said bad luck and the black cat came in. ちゃんと食べて、ブラウン副長みたいに大きくなるんだよ。ありがとうございます。
本当にこの収容区の中で宣戦布告をやるのか。なんだか劇場みたい。ここに世界の偉い人を集めてお祭りってのもやったら世界中が味方になるんだって。それじゃあ、マーレの問題は全て解決して最高だな。無理だって思ってるの？ゴビは違うのか。先月まで殺し合ってた中東連合の国々も含まれるんだぞ。俺の一家は外国の収容区から移ってきたから分かる。ひどい目にあった。外国のエルディア人に対する敵意はここの日じゃない。じゃあなおさら何もしないわけにはいかないでしょ。ここを選んだのはきっとエルディア人を理解してもらうためだよ。私たちは悪魔じゃありませんって。どうやって？笑え。あんたの見返したいって気持ちはよーくわかるけど、卑屈にしてたらまず無理だから。あとゾフィアはわけのわからない自己演出をやめろ。いや、私これ素だから。じゃあお前はどこを直すんだよ。はあ、私はありのままで問題ないでしょ。可愛いし頭もいいもんだから、偉い人籠絡しまくりで評価はより確実になるわね。悪魔に見えてきた。いや、あんたら今度ファルコ引いてきた泣かすか。悪魔じゃねえかよ。あ、マガト隊長だ。こちらに。ほう、大掛かりな解体工事が必要だと。老朽化が深刻でしたので。おめでとう元帥殿。軍はあなたのものだ。いいえ、軍は国家のものです。そしてこの国の最高司令官はあなたです。それは少し違うな。私はソーダリンを握ったものだ。先代の誰もこれを握ろうとしなかったのがわかる。重すぎる。今すぐにでも手を離したいところだが、握らざるを得ない時代が来てしまった。私はたまたまなんだ。たまたま順番が回ってきただけの男なんだよ。家は倒壊寸前でしたが、使える柱も残っていました。その者どもによると、我が家にはすでにネズミが入り込んでいるようです。やったじゃないかファルコ。クルーガーさんのおかげですよ。正直今からガビの評価を上回るとは思えませんが、それでも迷わず突き進めそうです。そうか。感謝したいのは俺の方だがな。何度も手紙のやり取りを手伝ってくれて、おかげで助かった。いえ。それは家族の方からですか？病院の生活は退屈だろうってな。この体には難しかったが、俺も進まないとな。祭りが終わったら故郷に帰るとするよ。そうですか。先生が来ます。俺行きますね。ああ。隣に座ってもいいかね。ええ、どうぞ。では失礼するよ。区の診療医のイエーガーだ。ここにはたまにお茶を飲みに来る。イエーガー。はじめまして、クルーガーです。よろしくクルーガー君。先ほどの少年とは仲がいいようだね。ええ、そうか。私も少年とは気が合いそうだ。話し相手を探すうちにこのベンチに腰掛けたのだから。あの少年の叔父はエルディア復権派の幹部だった。復権派は楽園送りにされ、その家族も例外ではなかった。少年ら兄弟も家族を守るために戦士に志願し、彼の兄が獣の巨人の継承権を得たことによって、ようやくグライス家は安泰となった。なぜ俺にその話を？あの子にお使いを頼むのはおやめなさい。おかしな疑いをかけられてはグライス家の努力が無駄になってしまう。
そして心が健康なら家族のもとにお帰りなさい。もう会えなくなってからでは、後悔を残してからでは遅いのだ。It is scary. 後悔ですか。Do you think that's, 家族に悔いがあるようですね。Do you think that's Eren's grandfather? あの日息子は妹を連れて壁を出た。Yeah. 私が普段から厳しくしすぎたんだ。医者をつけと。See? Oh, can I just? Yeah, go back. I wasn't paying enough attention. I was talking to you. Then my son took my daughter outside the walls. Becoming a doctor. Oh, he's. He's not a doctor, he's a patient. But yeah, that's Eren's grandfather. Is that for sure? Well, he has the name Jaeger. Yeah. Guys, this is the moment we say goodbye to those on YouTube. If you want to watch this with no interruptions, go on Patreon or buy me a coffee. And don't miss part 2. Okay, see you guys. Take care. Bye-bye.